コルゲート大学はニューヨーク州ハミルトン村に本部を置くアメリカが主衆国の私立大学である。1819年に設置されたシラキュースト市圏に位置し約2800人の学生が在籍しているリベラルアーツ大学である。2008年の US ニュースワールドレポート誌の大学ランキングではリベラルアーツ大学部門で第18位。 フォーブス氏による全米の大学ランキングでは第44位に入った。2000年出版の大学ガイドブック、ヒドゥン・アイビーで選定された30校のうちの1校に挙げられている。コルゲート大学の設立には面白い言い伝えがある。1817年に13人の男たちがハミルトンに集まり学校を設立した。 当時ハミルトンは開拓者村で、設立者全員の所持金は合わせて13ドルしかなかった。そのため、コルゲート大学の教員や学生にとっては、13が最も大切な数になっている。1823年、ニューヨーク市バプテスト神学校と統合し、ハミルトン文学進学研究所となる。1846年、マディソン大学と解消。八百九十年、 マディソン大学からコルゲート大学に改称コルゲート大学には現在51の学科がある。人気上位の3学科は生物学、経済学、政治学で他に日本語や中国語などを含む様々な外国語の学科がある。通常の授業のほか毎年オフキャンパススタディグループと呼ばれる学外プログラムが提供されており、オーストラリア、 中国、日本、インド、西欧諸国など様々な国で学ぶことができる。コルゲートは実質的に学部課程のみのリベラルアーツ大学であり、大学院は毎年3から7人の学生が教育学の修士課程を修了する程度である。大学のスポーツチームは強く、特にアメリカンフットボールが人気。NCWA のパトリオットリーグに所属。ありがとうございます。